時間に行こう。蜀の皇帝劉備は言った。この方に誰よりも迅速に反応したのは魏の軍師司馬である。かの奇才は後手より同時進行し一気に蜀をほぐる大計を創上。自らも兵を率いて漢中の要所に進軍した。一方魏の動きを察知した蜀の諸葛亮は政兵官に馬超を派遣。陣馬一体の猛者が入り政兵官に隙はないかに思われた。だが堅牢な砦を前にして司馬の目は輝きを増す。彼は猛将馬超を破るための切り札を用意していたのである。その切り札の名は裏若き妖家王位。この地は勝手知ったる庭のようなものです。各地への連絡兵站船の確保は私にお任せください。それは頼もしい。しかしお前の目的は。支援は人を落とす。それをご心配なさるのですね。ご安心、仇が使えるものと同じ具は犯しません。ならばいい。その冷静さ、偽りでないなら役に立ってみせろ。こたびの行軍は実に順調だったな。お前の先導の的確さゆえか。この地は我が故郷ゆえ当然かと。ひとまずはお役に立ててようございました。支援で愚を犯さぬとの言葉忘れたわけではないぞ。清涼は我らにとっては攻めがたい地、大井殿のご助力に期待する。馬超は錦と謳われるほどの武人と聞く。一度はお手合わせ願いたいものだ。手合わせなんて緩すぎる。いや、こちらの話を。行くわ。覚悟はとうにできて。はっ。東の橋を修復し奇襲部隊を送る。作戦成功まで前線の砦を死せよ。懐かしい風、空気の帰ってきたのは魏の戦場でした。諦め。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。私の
知略に勝てるとお思いか。来てくださると信じておりました。ご助力感謝します。
負けではない。敵将討ち取った。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。私には効かない。ベラベラと
僕を抜くその口を封じたいな。それ以上飲んで城の酒樽を空にする気か。芝居殿、たかが将一人を取り逃がしたくらいで何を落ち込んでいる。諸葛亮も眼色を失うほどの戦運びをしたではないか。あまりお褒めにならないでください。かえって虚しくなります。褒めてなどいないわ。本当は追っていきたかったのです。でも戦前に啖呵を切ってしまった手前、そうもいかなくて。
なるほど。聖領の死神の首、それが唯一私の望むもの。どうか今しばらくお付き合いください。全てを投げ打ち、手段を選ばない、それが私のやり方よ。